セッションの後ろ様のセッション準備いたしますので、皆さん少々お待ちください。
なので、ウォークスっていうのは、まあ、あんまり定義はなくてですね、フリッカーさんの、2009年、スライドに遡るんですけど、まあ、いろんな定義が、まあ、あります。なんでかというと、アジャイルっていうのは、アジャイルマニフェストという明確な定義なんですけど、デボックスはないんです。デボックスがないので、どうなってるかというと、いろんなベンダーさんがですね、でも、彼こそデボックスですっていうことをですね、みんな定義したら、ひどい時はですね、なんか、このツールを導入したデボックスですみたいなのをやってるわけですね。で、それで、その高いツールを売りつけて、全然効果がないみたいなのがよくあるんです。で、マイクロソフトを動かせたら、こうしてたかもしれないです。これですね、システムセンターってやってですね、これ入れるとデボックスです。で、こうでも、そんな顔だ、デボックスで、リズムが違うんだみたいな感じなんで、まあ、騙されてはいけないです。じゃあ、ということで、マイクロソフトも反省してですね、ちゃんとした定義を作りましたね。で、まあ、これ、窓を得てると思います。デボックスとは、人、プロセス、プロダクト、集合体で、継続的にエンドユーザーに価値を提供することであるというふうに定義しています。まあ、かなりふわっとした定義ですよね。まあ、今日はこれは追求しないんですけど、まあ、重要なことは何かっていうと、技術っていうのはすごい重要なんです。だから僕も最近、ハックとかしますけど、技術もむんむんすごい重要なんですけど、デボックスの、例えば、リードタイムを短くする。まあ、そういうふうなことを実現したかったら、それだけじゃなくて人の要素、つまり組織の在り方とか、マインドセット、考え方ですねっていう話と、それからプロセス、開発のやり方、進め方、それから語呂合わせでプロダクトだけど実際は技術ですね。このテクノロジーの3つの三位一体が揃ったら、本当に1日10回デプロイできるような環境というのは、今の技術を使えば全然難しくないです。だからそういうのが本当に今は実現できるようになっているわけですね。で、まあ、そういうので、これ2年前のサーベイですけど、2年前やったらどっちやったか、そうだ、1年前のサーベイですけど、まあ、行動デプロイスピードは、例えばデボックス、やってるところでやってるところで、サーベイの結果によると、どれぐらい違うかというと、30倍。で、リードタイムに至っては、2565倍みたいな。え、お前やろって思うかもしれないですけど、半年、日本でイメージしてくれる。半年1回しかこうデリバイしないところ、なんかザラにありますよ。それと、1日10回デプロイするところってどうするで、もっと言うと、その、ギターホンさんは1日100回デプロイしてるし、山田さんは1500回デプロイしてます。っていうのを考えたら、別にマイクスパじゃないんですよ。だから、別にたくさんデプロイするのが本質じゃないけど、そういうふうにできる技術は今あるんですよね。だから、そういうのを、こういうの、僕は思ってるのは、こういうのやってるとかやってないところって、はっきり言って、掛け合いと戦闘機で戦ってるような状態になると思うんです。だから、しかもあんだけでプロイしてるのに失敗が2個で3分の1ですからね。すごいことになってるわけです。障害の時も24倍とか。だから今の技術をちゃんと使えば、ものすごいバリューが出るんですよ。だから僕はこのデボックスに熱中してこうやって広めてるわけですよ。で、まあ、そういうのをしたいんですけど、ちょっと日本では若干問題があってですね、どういう問題があるか。文化の違い、これはですね、アリスター・ボガンっていうアジャイルの世界ですごい有名な人がですね、あるツイートでツイートでやつを絵にしてみたんです。で、これは何かっていうと、彼が まあ、あるデータから元にしてアジャイルとかデボックスみたいな開発のやり方とか、まあ、考え方とか、そういうのを各国106カ国に、まあ、インストールするとすると、どの国がどれくらい難しいかっていうのを数値化したんです。で、見てください。日本はダントツナンバーワンです。106カ国、ダントツナンバーワン。G7 でもね、もう他の国と比べて明らかに違うじゃん、そっちが。だから、圧倒的に日本っていうのは残念ながらですね、アジアとかデボックスの日本通りのそのままでは難しいっていう国、世界ナンバーワンなんです。だから、オリジンはなんかトヨタとか言われてるけど、主犯人とかね、宮本武蔵とか、シャレとか言われてるんですけど、実は、アジアとか、その前の導入が激ムズやというのが分かってくるんですね。で、それは何でかっていうのは、僕もなかなか10何年やってますけど、分からなかったんですけど、最近インターナショナルチームに入って、だんだん分かってきました。それはすごい単純なことで、何でかっていうと、例えばデボックスっていうのは、アジャイルがもともとあって、まあ、例えばリーンスタートアップみたいなのがあって、そういうのが来て、クラウドテクノロジーが来て、そういうのがガッとまとまって、まあ、デボックスみたいなコンセプトが出てきてるわけなんですけど、まあ、じゃあそしたらデボックスとかアジャイルとか考えたら何やって話で言うと、まあ、間違いなく西洋文化の人なわけです。US の人だったよね。大体 US の人ですよね。で、そういうのを考えると、あれなんですよね。
まあ皆さんももし皆さんがアジャイルだって動くと自分で発明したらって思ってください。でもしそういうことを自分で発明するとしたら当然自分が今生きてる環境に何ていうのかなを常識として考える。だから自分の文化を常識として考えて、でその上でこうやるんだと思って考えるでしょだからそれも彼らにとってもマジであるんですよね。こうアジャイルだってボックスとかは基本的には西洋文化の生活で西洋文化常識で成り立っている人が考えたものなんです。だからどうなるかというと、こう日本人が上にそれをやろうとしたらどうなるかというと、なんかちょっと言うてるほどの効果ってないなとか、なんかうまくいけないな、なんか召集感が違うみたいな話になっちゃうんですね。じゃあそのギャップを埋めるためにはどうするかというと、すごく簡単で、西洋文化をインストールするんです。西洋文化をこれって日本文化をぶち壊すみたいに聞こえるかもしれないんですけど、そういう話じゃなくて、どういうことかというと、その、アジャイルとかデボックスとかの生産性とかそういうものに関わるポイントだけを、彼らが実際どういう背景でどういう考え方をしてそこに至ってるかっていうですね、バックグラウンドを理解したら僕らが全然バックできるんです。実はそれが何だか分かっています。だから僕はこれを西洋文化インストールって言うんですけど、そういうのをやっちゃえば全然向こうのようなスピードで開発ができたりするわけなんです。だからそういうので僕は影響を受けたっていうのを、専門家と一緒にこれ開発したわけです。だからそんな大した話じゃないです。で例えば僕もですね、こういうデータをしてたわけです。インターナショナルチームに入る前にベーコンってよく生産性が言うねって聞きます。でどれぐらいかというとこんな感じです。だから米国の生産性、単位時間の生産性が100とすると、日本の単位時間の生産性が 62% なんです。それは彼らね、こう提示で買いますよね。なんで倍ぐらい生産性になるだから僕はこうインターナショナルチームに入るときに、その比率をすごい知られたんですね。なんで彼らはそんなに生産性いいんだろう。どうだからすごい僕はそれを真似しよう。だからそういうのを秘密を知りたくて、いろいろ入る前に想像してました。なんていうのかな、こう例えば彼はすんげえ頭いいからすごく早くものが終わるのかなとか、すごいロジカルやからたくさんのタスクをものすごく早く論理的にこなせるのかなとか、ものすごく自動化してるんでものすごくたくさんの量が早くなるのかなとか思ってましたけど、今言ったやつは全て完成でした。じゃあどうやったかという話は後でしていきます。で、そういうふうな過程があって、こうやって8ハビットっていうのをですね、整理して、はっきり言ってこの8ハビットっていうのを、ちゃんと理解して見つけたら、皆さんのチームははっきり言って US 並みのスピードで開発できると思います。で実際にこれを、US のメンバーとかに、シェアしたら、これは俺たちにもたまにできてないことがあるよねみたいなことを言ってたんで、すごいいい何ていうのかな、マインドセット の集合だなみたいな話をしてくれました。で、これは実はですね、実は去年から、すごい大手の企業さんとか、小さいところとか、いろんな種類の会社さんで、これをベータテストをしてきました。で、実際にもうほぼ大体絶賛って感じですね。またやってくれるとか、そういうのがすごい多いです。で、だから皆さんもこれ、学べるようにビデオシリーズを作ってますので、ぜひね、よかったら、参考にしていただけると嬉しいなと思います。で、こういうのをやる過程でですね、僕は1個だけですね、衝撃的な事件があったんですね。こうロッシェル・カムさんという人で一緒にこういうのを作ってたんですけど、それは何かというと、ロッシェル・カムさんの知り合いがいて、その人は US のプログラマーなんですね。その人が日本の会社にやってきて、そのアジャイルチームを上位したんですよ。で、そういうことがあって、で、彼がロッシェルさんが語ったと衝撃で、僕は彼にインタビューしたんですけど、何やったかっていうと、彼が日本にアジャイルやるってやってきて開発チームに入った。そしたら彼は何て言うんだろうってこうなんです。 This is not Agile! This is マジだよ。その開発してる人はみんな全員アジャイルやってると思ってるのに、彼からしたらなんだこれみたいな、あれ全然違いますよみたいな感じだったらしい。だから多分別にそれはそのチームが間抜けとかそういうことを言いたいんじゃなくて、僕らは多分そういう勘違いをしがちなんですよ、正直。僕でも
ゴミ虫がちだから、そういうことを気をつけないとなかなという話なんですね。あの本来起こりうるということです。で、ただその、まあ、日本人でも海外の8つの習慣を持っている人は僕は何人かあります。で、しかも海外に出なくても、まあ、一つはですね、やっぱりこれ一番簡単ですよ。これですね、海外チームに1年以上所属したい人は大体わけが分かってきます。あ、こういうことだよねみたいな、こうすればいいよねみたいな。で、日本に帰ってきたら、あ、クソめんどくせえみたいな話になるんですよね。だから別にその日本人が難しいとかそういうレベルじゃないんです。何あのもうなんかその環境に行ってしまえば分かるっていうだけなんで、そんな大した話じゃないわけです。で、あとは日本オンリーの場合は技術イケメン揃いの精神技術スタートアップみたいなのがいてる人の中にもあるといいます。それ技術力っていうところだけじゃなくて、で例えばここにプリンスってやつなんですけど、まあ、スタートアップCTO ですけど、彼と一緒に今ハックとした時に、あ、これ向こうのスピードと一緒やなって結構思ったんですよね。で、なんていうかな、彼はどういうライフスタイルを持ってるかっていうと、あのいつも彼は大体ですね、2時頃に起きるんです、昼間で、でそこからバーッと仕事をして夜中の12時ぐらいの仕事をするんですね。で、彼は飲みに行くのが大好きで、女の子大好きなんで、そこから遊びに行くんですね。バーサーと遊びに行って朝の6時まで遊ぶ。で、それで寝るんですよ。で、そういうライフスタイルを持ってるんで、あの多分彼はものすごく時間がかかってやりたいことがたくさんあるので、すごく工夫したと思うんですね。だから結果としてそういう習慣が身についてるみたいな。だから僕はここで何を言いたいかというと、別に日本人やから無理とかそういう話じゃないんですよって話です。それ単純な話です。だから重要なことは認識することなんです。なんで認識しないか、しないといけないかというと、僕らは日本文化で生まれ育っているから、そこに気づけないんですね。そういうものがあるっていうのは。でもそれを一旦認識したら、あ、そんなもんなんだって、じゃあもう真似しようって簡単にできるわけです。だからエイトハビットというのはそういうことをするためのものですね。はい、だからまあ、なんかお楽しみくださいです。で、まあ、やつの習慣を導入するにはどうしたらいいかというと、まずは違いの理解をすると、で、まあ、それはまあこういうふうにやつの習慣を学んでみたりとか、まあ、ワークショップとかをね、僕らとかやってますけど、そういうのやったりとか、まあ、あとは僕、去年ですね、今年か、デボックス本社ツアーっていうのをしてて、ね、マイクロソフトをガッチガチに開発してる、まあ、特にデボックスでも有名なチームとか、マイクロサービスで有名なチームに、お客さんを連れて行って、科学チーム開発チームの現場を見せたんですよね。そしたらみんな考え変えて帰ってきました。だから見たら一発なんですよ、正直な話。あ、こんな違うんだなるほどねみたいな感じなんですよ。だからそれ体験すればいいって話。一番強力やけど、まあ、全員ができるわけじゃないので、だからゲートマットを整理したってことですね。で、あとはそんな、まあ、理解しただけで理解ができないので、それまあちょっとチームで導入してみたりとか、まあ、実際にコーチングとか受ければまあ一番いいと思いますけど、まあ、実際にちょっとずつやってみて、まあ、勘違いしながらちょっとずつやっていくとだんだん浸透していくよねみたいな話。でそれが主要っていうので、まあ、もしおすすめなのは、もし何かプロジェクトが今から上がるとしたら、そのプロジェクトの先頭で、例えばこういうゲートハックみたいなのをシェアしてあげて、やってあげたら、まあ、なんかね、途中からやるとなんか、みたいな話なんだけど、一番最初にこういうふうな考えを僕がやろうと思うんだよってシェアしてからプロジェクトを始めると結構スムーズに、あ、みんなやってみようかな、みたいな。っていう話になるので、そういうことをするとおすすめです。まあ、あとはバリアステルマッピングとか、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、ね、こういうふうに僕は普段導入します。まあ、ちょっと今日は説明のスライドに出てないんですけど、実際のデボックスの導入とかマイクロサービスの導入のステップとして僕はこれを組み込んでます。で、効率化したい。お客さんもっとバリューを稼げるようになってほしいなと思って、そういうことをやっています。で、まあ、このね、エイトハビットのもう一つ、なんですけど、まあ、ただですね、エイトハビットっていうのは別に、まあ、なんか US 慢性とかそういう話は別にないんです。だから、まあ、一言で言うと、まあ、日本人の生産性の方がはっきり全てをぶち壊してるんです。すごいもったいない。だからそれさえ何とかすれば、日本人っていうのはすごい、なんかロシアさんとかから見てもすごいいいらしいんですよね。で、何がいいかっていうと、まず物事の進め方とか、まあ、品質が高いっていう話とか、まあ、人の接し方とかね、それとか、まあ、チームワークとかもう全然進んでるし、イノベーティブっていうのがびっくりしましたね。僕らイノベーティブじゃないと思ってたけど、彼女からするとすごいイノベーティブらしいです。
確かに僕もなんか普通に会議で撮ってなんかちょっと低音したらおー強しグレートって言われることが多いです。別にそれ日本人だったら誰も言うねんみたいなことを言ってるだけやのに結構そういうことがあったりします。で、あと履歴感覚ですね。あの日本人の履歴感覚が素晴らしいらしいです。だからまあ僕らっていうのはなんかあれぐらいアジャイル導入とかデボクスの導入が難しいということは逆に他と違ってるってことなんで、その問題サイトに除けば僕らは国際的に相当強いはずなんですよね。ユニークなんで。だからね、ぜひ8ハートでその唯一の欠点を潰して、まあね、あのハゲジャミックも叩きのめしましょうみたいな話ですね。はい。で、今日のお話は単なるトークだけではないです。ワークショップちょっとやります。ですので皆さん、ここの Facebook に入ってこのグループを探してください、ね、やってのしながら、これ今日だけのためのグループです。だディスカッションをシェアするためのグループなんで、今からその皆さん Facebook に入ってこのグループを、アクセスして、多分あのパブリックになってますので誰でも見えます。で、ここに入るリクエストみたいなのをしないといけないんで、リクエストを送りまくってください。そしたら僕は一括でアクセプトしますので、今のうちに皆さんリクエストを送ってください。ちょっとだけ待ちます。ちょっとだけ待ちですね。はい。だからこんな感じでもうこの人数でワークショップをしてしまうっていうのはかなり無茶なんですけど、まあちょっとやってみようかなと思って、はい、はい、こんな感じでページがあるので、ここに、ね、たくさん皆さんがこうなんかリクエストを送ってくださってます。はい。
PA みたいに回ろうかはい、じゃあそんな感じで今日はねディスカッションをしてもらいながら進めますので、まあ、よろしくお願いします。はい、じゃあそしたらですね、最初の習慣、あの第一の習慣の Be Lazy っていうのからいきます。で、まあ、Be Lazy っていう習慣はここに書いてあるのが、まあ、そもそもですね、ちょっとこれは後で見ていただきたいと思いますけど、今日はピックアップして重要なことからお話します。で、あの先ほどお話した通り、その僕が US のチームというかですね、インターナショナルチームに入った時に、まあ、彼らはすごい生産性がいいよっていうのを聞いてました。で、その生産性がいいよっていうのは秘密をすごい知りたいなと思ってたけど、まあなんかね、こう、まあ、だからいろんな予想してました。彼はだからすごくロジカルで仕事が早いのかなとか、まあ、すごく頭が良くて、ものすごい量を早く回せるのかなとかね、いろいろな自動化をして早く仕事を終わらせるのかなみたいな。で、考えたんですけど、それは全て外れでした。全て外れですね。でも、実際に、まあ、僕の同僚はですね、確かに仕事はめっちゃ早かったです。早かったとか、すごい、すごいできました。ね、生産性すごい良かったです。じゃあ、その原因は、僕の観察してる範囲で言うと、一体何やるかっていうと、これなんですね。一番は、物量です。物量です。で、物量っていうのは一体何かっていうと、例えば、まあ、僕はマイクロソフトにいますけど、まあ、所属は、まあ、米のマイクロソフトですけど、日本に住んでます。だから、アメリカのマイクロソフトにいるときと、日本でマイクロソフトにいて仕事をするときと、全く同じ会社やのに、仕事量が一つのバリューに対して、出す仕事に対して、作業量が場合によって10倍ぐらい違うんですよ。全く同じバリュー。具体的な例を一つ挙げるとどんな感じなんですけど、例えば僕は US のマイクロソフトにいて仕事をしているときに、まあ、レポートを書きましょうって話なんです。例えば国際カンファレンスに行ってレポートを書きましょうってなったときにどうなるかというと、じゃあそしたらレポート書いてやるとか強しレポート書いてやるとか書くわないですって言って、僕はどういうレポートを書くかというと、国際カンファレンスの、まあ、写真を6枚ぐらいピシュピシュってですね、聞いてくれみたいなビットを書いて、で、なんかまあビデオの良かったやつをビデオにこう書いて、E メールピシッと送って終わります。まあ、どんなに英語書くと、まあ2時間で終わるよねみたいな感じですね。で、一方、日本に帰ってきて同じ国際カンファレンスレポートを書きますっていう時に、日本の全く同じなんですよ、日本マイクロソフトで、ウルショー君、じゃあそしたらインターナショナルカンファレンスに行ったので、あのレポート書いて、ああ、終わりました。で、そしたらその人が言ったのは、まず、ウルショー君はその参加したその国際カンファレンスの全てのデボブストラックの情報をチェックして、でそれをビデオでチェックして、それをパワーポイントにまとめて、パワーポイントにまとめたやつをみんなの前で発表して、レコーディングをしてくださいってことですね。で、僕はどうやってやってると、そうなんです。ちょっとめっちゃあるんで、で全部時間かかって、それからパワーポイントを作って、それで4日ぐらいかかったんです。で、4日ぐらいかかった上に、そのレコーディングとかで、ね、あの説明しに行って、そう説明しに行ったら、なんかこう、僕みたいなやつが4人ぐらい並んでて、で、なおかつそのレコーディングの専門のスタッフがいて、でもなんかこう、向こう側のセッションの参加数とか20人ぐらいだったんですよ。でも、そしたらこれってどれぐらいバレー違うんですかって話ですよね。というか、今時さ、カンファレンスとかやったらビデオがあるんだからさ、それ見りゃいいんじゃないのって話なんですよ。だからどれぐらいバレーが違うんですかで、まあ、ほぼ落ちちゃうんですけど、同じバレーの子に対して、一時がまずこんな感じで、日本にやったらめっちゃ作業コースがかかるのに、こっちやったら簡単に終わるっていう場合がすごいです。例えばメールを送る人にしても、何かの、なんていうのかな、メールを送るにしても、配慮するにしても、なんか全て配慮するにしてもそうなんですけど、いや、面倒くさいことないですよね。だから、早く仕事以上に。だから別に彼らがすごい優秀とか賢いとか、そういう話は全然ないです。それは無理です。そんな10倍の仕事を彼より早く終わらせるのは無理じゃないですか。そんなだから単に僕らは先生で悪いわけです。だから何に僕らは彼らの環境に行ったら同じように生産性が高いんです。以上。
違うっていう件数がものすごく多くて、まあ、むちゃくちゃ向こうでやったら楽なんですよね。早終わるもんだって物量が少ないからで、こういうだからこういう職業なんで、日本側の僕の上司になってるドリュー・ロビンスっていうのはいつも BAGBAG って言ってるんですね。多分日本側のスタッフを見た時に彼らは多分こう思ってると思うんですよ。なんでみんなそんな、なんか大して重要もないことをせっせと頑張ってね、残業して頑張って、そんなんしてる今あったら家帰ってさ、家族と楽しく過ごせばいいよ、ちゃんとフォーカスしてさ、重要なことやっていいんだって思ってると思うんですね。だから BAGBAG って言ったらいつも言ってるんですよ。だから僕はこのプラティスを B レイジーって名付けました。で、この B レイジーっていうのをこう本当にね、彼らを観察してると本当にそんな感じなんですよ。そういうマインドセットで動いてる感じで、まあ、そういうのを勉強したいのにいい本があって、エッセンシャル思考って本があるんですね。だからこれ一言で言うと、より少ない時間で成果を最大化するっていうことを考えます。だから日本人はなんか物量を減らすっていうのもすごい罪悪感みたいな、なんとなくでも彼らは平均するとします。だから物量が少ないんで早く終わり以上でそれだけなんですよ。で、だからまあこれ取り組むことだったらしいんですけど、より少ない時間で成果を最大化する。で、まあ、そういうのももし不確信であればエッセンシャル思考をやるとバッチリ分かると思います。で、例えばどういう感じかというと、まあ、僕とかは日本人なんで非エッセンシャル思考です、正直言うと。で、どういうことかというと、やっぱりね、こう10ぐらいタスクがあったら、どうやったらこの10のタスクを早く終わらせることができるかなって考えます。どうやったらこれ全部早く終わらせるのかなって、ね、すごい工夫するんですね。でも彼らを観察してると全然違って、10ぐらいなんかやらなあかんっぽい仕事があった時に、彼らは、これ大体ノイズだねって考えるんですよね。じゃあどれやらなあかんの、これが、じゃあこれでいいやって、そういうノリなんですよ。だから何を捨てるべきかって最初に考えて、で、だからより少ないと近くに余裕なんで、大事なことは少ない、だから大体のことはノイズやと考えてます。で、だから、まあ、彼は簡単にピシッと捨てちゃうわけですよね。で、もう一つ、例えば、まあ、行動とかも僕とかやったら、まあ、なんか人に頼まれたら、ああやりますわとか言ってて、キリンがそのガーッと最悪って言って、めっちゃなんか手伝いが持ってたりして、まあ忙しくなるんですけど、彼らはだからまず重要なことを見極めようとか、大切なことを言ってから断るとか平気でするんですよね。で、そのポイントとしては、平気なことを、大切なことを断っても別に角が立たないです。あ、そりゃそうだよねってになるんで、簡単に断れるんですよ。だから常にこうコントロールされてるな状態で、まあ、人生を過ごすことができるというかですね。で、僕らは一生懸命いろんなことを考えるばっかりやってるんだけど、いろんなたくさん努力をなさないというから、疲れ果てて、なんか中途半端になっちゃうんですね。だからこういうようなことが起こってるというような感じなんです。で、じゃあそんなん言ったら、例えばなんかこう何かをこうやらないって言ってたら、誰か死ぬぬぐいしなあかんちゃうんって僕らは思うじゃないですか。で、彼らを観察してると、この死ぬぐいは誰もしません、具体的にもしないんです。で、なんでそんなことが分かり通るかというと、ちょっと説明しますけど、まあ、彼らを観察してると働き方がこういうイメージですね。だから例えば、まあ、10ぐらいやらないといけないなと思った仕事があるとすると、まあ、10の仕事量があったとすると、まあ、一発の法則っていうのがあるので、大体皆さんご存知の通り、2ぐらいの仕事をしたら大体8ぐらいバリューが出ますよね。でも僕らの場合は2で8のバリューが出たところで、まあ、残りの2を詰めるために残りの8を頑張りますよ ね。でも彼を観察してるとそうじゃなくて、この2のバリューが出たところで8バリューが出て、あ、2の仕事が出て8のバリューが出た時点で、まあ、もういいんじゃないって感じで、あとやらないんです。で、どうするかというと、この2に相当するようなやつを他から持ってきてもう1個やります。そしたら言うと、バリューは16で時間も40ですねみたいな。じゃあどっちが高い生産性ですかねみたいな。だから言いたいのは物量じゃないです。物量たくさん買わせればバリューで負けないです。で、だからそういうことをしてるわけですね。で、まあ、だから、まあ、そういうふうな、でもこういうふうな考え方を聞いたら、全然僕らでもやろうと思ったら、まだできるじゃないですか。少なくともやってみようと思いますよね。で、これをちょっと1個だけ、この8ハビットの注意点を挙げておくと、これを1人だけでやろうと思ったら、あまりうまくいかないので、お勧めしません。で、よければチーム2人でも用意するのがいいです。なんでかというと、僕も例えばこういうふうな事実が分かってきたところに、日本に帰ってくるじゃないですか。ああ、俺、PhD 行くわ。で、
っちゃ前で出した時、もう3時から帰るんですか。そしたら僕言われるんですね、後ろさん帰り早いですね、なんか背中痛いなみたいなまあそういう辛い意味ないわけですね。でもこれは別にチームに丸ごと入れればみんなチームの共通認識になったら、あ、お前すごい少ない構造で帰るのすげえなって話になるわけですね。みんながその仕事を減らすということに対してそのすごいポジティブな反応が変わるわけです。だからすごいやりやすいんですよね。だからこういうことをやるとまあすごい生産性が上がっていくというか、だから一番生産性重要なのはやらないことなんですねそりゃそうですねそりゃそうですね、よくよく考えると。だからたくさんのことやらないことです。であとはその、まあ、そのエイトハビットの背景としてはなんかね、たまに僕らはいろいろ向こうの、ね、概念を勉強してやるんだけど、たまにね向こうと意味は表面上一緒やけど僕らの感じ方が違うことっていうのがたくさんあるんですね。そういうのもちゃんと理解すれば何すればいいんじゃないですか。例えばアジアの世界でよく言われるバックログで、これ全体に言われるのはこういうことです。バックログに優先順位をつけて優先順位の高いものに集中しましょうって言われます。でこれはまあ大体のアジアルコーチとかもよく言うことですけど、大体みんなこれ聞いて、ああそれはそうだよねと思うじゃないですか。でも僕らがこれを聞いて頭に思い浮かべるイメージと US の人が思い浮かべるイメージですと違うんです。どっちの人も気がついて、ね、最近分かってきました。それ何かというと、例えば僕らはこういうイメージです。例えば5つぐらいタスクがあってこれ全部やらなあかんなという時に、まあ、まあ全部5つのタスクはちょっと時間から考えて全部できないので、まあ、仕方がないから最後のコミットしようと仕方がない。でだから上から順番にやっていてできたらここまでやろう。でももし時間が余ったら最後の5番目もやりたいっていうのが僕らのイメージなんです、優先順位。でも彼らのイメージはこれなんですよ。わかります。優先順位、ね、優先順位が高いところにフォーカスするんですよね。だからピシッと取ってこれやってダメそういうイメージ。だから僕こういう場面によく遭遇してるんです。同僚と話をしてても何個あってもまあ一つの例は僕とデイビッドっていうので、まあ、バリストリーマッピングっていうのがあるやりに行って、で、あれなんですね、なんか、まあ、お客さんにアドバイスを取って場面があって、で、それ僕から見たらものすごいこう問題だらけだからなんですけど、デイビッドっていうのはお客さんに対してリリースマネージメントをしましょうってそれを説明して帰ってきます。で、僕は車帰りの車にデイビッドに聞いて、ちょっとデイビッドさん、なんでお前あれだけ言ったの、お前にあれも分からんし、あれも分からんし、できてないから、こっちもやれんと、うまくいかないんじゃないって言ったら、彼が言うのは、彼らにとって一番重要な問題はリリースマネジメントだから、これすらできなかったら、他のとかに手つけても仕方がない。でも、これだけやっても、すごいバリューってるんじゃないって言ったんです。もしこれだけたくさんやって、みんなできなかったらさ、そっちもリスク高ないからないかなって。なるほどね。そういう場面がすごい多いです。でまあ、上司とかも、例えば僕も去年、仕事がパツンになった時に、まあ、そのダメやって言ったら、僕の上司ですけど、ちょダメや、僕パツパツやーって話をした時に、ダメやが何て言ったかっていうと、まあそうかって、剛、じゃあそしたら、剛が今仕事を持ってる中で、どれが一番最優先だと思うって言われて、ああ、そうね、デボフサッカーさんやなって言ったんです。だから、ダメもそうだよね、デボフサッカーさんだよね。だから、剛は今から他の仕事は一切やらなくていいから、デボクサッカーさんだけやってって言われて、僕は実際の他の仕事一切やらなくして、全部断って、デボクサッカーさんだけやるんです。じゃあ、どうなったかというと、一番重要なそのデボクサッカーさんは、顧客からの評価がめっちゃ高くなって、もうほぼナンバーワンぐらい評価があって、でそれで、あまりうまくいってるんで、世界各国から見学に来るようになったんです。それは少ないことしかやってないから品質を上げるんです。わかります。だからそういうことなんです。だから彼は、まあ、結構それはものすごくあります。だから別にすごい難しいことをしているとかではなくて、単に少ない物量をちゃんと余裕を持ってやってるからちゃんとできるって話です。まあちょっとね、最初はだから僕ら日本人としてはなんかいろんなものを捨てるってなんか大変だったんですけど、でもこういうふうなことをこう理解すれば、まあ、ちょっとやってみようかなと思う人はやったりじゃないですか。そしたら全然ね、まあ、ちょっと途中で言ってみますけど、重要なことはチョイスができることです。だから僕らは日本人で育てるので、この右の価値観しか育ってないから、左っていうのは想像できない。でもこうやって分かったら
それでマネーできるし、で場合によっていいのはいい場合もあるわけです。だから重要なことはチョイスができるんです。だからこういうことをすれば、まあ、だって僕らでもあの自分たちの場合も出しやすいって話ですね。で例えばミーティングとかも全然違うわけです。ミーティングとか僕が向こうに行って何が一番違うかっていうと、基本的に US 側でミーティングをすると、このミーティングの中で全てが完結する感じなんですね、イメージとしては。日本の場合は何かミーティングをする前にミーティングのための準備をして、何かここでなんかディスカッションとかするかもしれないけど、まあ決まったことに対して仕事がここら辺で発生するみたいな、ね、イメージですから、ここでは何も仕事が行われない。で、理事長もじゃあ来週まで決めましょうとかそういうのが設定されてみたいな感じです。でも彼らのミーティングに参加すると、例えば誰が遅刻してもそんな気にしないんですけど、バリューを出すことは求められますね、発言をするとか。で、この時間内で物事を終わらせるんで、議長とかもこの間にみんなにシェアしてくれちゃって、人も終わったらもうあんまり仕事がない、この後になんかしなくてはあんまりないっていうふうなイメージです。ただ準備もめっちゃ準備をかけて出回すとかなくて、まあ、簡単なアジェンダがあって、みんなで濃厚にディスカッションして、ここでいろいろパンパンパンって決めてバンとかで、そこで何かやらなあかんことがあったら、場合によってはその場でこう書いたりとか、それぐらいの勢いです。だからそういうことをするんで、まあ、その会議さえ、会議の時間さえ確保すれば、その時間で何か行うっていうような、何かバレてるんですね。でも日本の場合は、まあ、その会議の外で仕事が進むイメージだねみたいな感じです。だからこういうのもすごい生産性としてすごい大変だって、向こうに行ってる向こうの仲間とする時は、会議のとこに出たらとりあえず何か進んで終わる。日本で場合だったら、その会議のためのなんか会議みたいなのに召喚されたりとか、そのあとにまた打ち合わせがあったりとか、お客さんの意思を確認とか、わけがあって、何個も時間がかかるんですね。だからこんなのがすごい無駄なんで、まあ、そういうのは積極的にね、こう向こうの方がいいとか、真似した方がいいと思うんですね。まず、こういうのを理解すれば、全然、そういうのはできないと思うかけど、まあ、できるってありました。じゃあ一番最初にこの BAG っていうのが一番重要だと思ってフォーカスしましたけど、これに対してグループでディスカッションしましょう。で、グループでディスカッションしたことに対して、先ほどの Facebook のページに対して僕は一番最初のトピックをスルーするんで、スローするんで、そこの人のコメントとしてグループのコメントをバーッと入れていってください。まあ、個人でもインプットしてもいいですけどね。じゃあ今日皆さんに伝え、聞いてみたい質問はこれですね。これをディスカッション。どんな不必要あるいは付加価値の低い仕事を皆さんの環境でカットできそうですかのをまずグループでちょっとディスカッションをしてみてください。じゃあそしたらですね、これを僕が Facebook のグループにまずこうやってポストしますので、ポストしますので、はい、あ、出てない、おかしいのかな、そう、分かった分かった、thank you.
じゃあちょっとシェアしてみましょうみんなね。はい。そうね、いろいろ出てますね。なんかね、こうね、承認してもらうための電話しね。無駄だね、これね。無駄ね。ね、この辺もなんかね、こう無駄の匂いがふんふんしますね。なんかね。すでに、そう、テスト消化するドキュメント作成。これはディープな、ね、こう。それね、エビデンスのスクショとかあるよね、なんかね。無駄やね、これね。書式だけチェックするようにあるよね、なんかね。エクセル保管紙のなんか資料書とかで、なんか中身は全然デビューされないのに、ここはちょっとずれてるみたいなね、ケースが。そう、無駄やね、これね。ちなみにね、向こうで働いてるケースないんですよ、あんまりね。ケース引いたら止まりがします、なんか。無駄やと思うんですよ。なんか、ロシエルさんがコメントしてますよね。誰かが頑張りすぎると標準になるようなことが確かにかなりあると思います。エビデンスの整形ですよね。これ整形無駄やね。エビデンスが重要であって。というか、そんなんそれで出るやろって感じだね、最近。重要じゃないんだけど、それの仕事。あ、いらんね。はい。偉い人よりも勝利。あ、無駄ね。はい、ね。まあまあ、そういう話もちょっと後でしますけど。すごいコメントがたくさん来て。まあこういうの出てるけど、いろいろ出てますけどね。パートナーさんの高速管理とかありますね。面倒くさですね、確かにね。そうね、確かにそんなにあんまりないよな、別にね。パートナーさんにお願いしたパートナーさんにお願いなんて以上ですね。でも話ね、そうそういろいろ、はい、事前に寝回しとかね、そういうのありますよね。はい。財閥系だと、スキルの人が浅いってなったら、その人も影響いる。なるほど。皆さん勉強しましょうって感じですね。まあいろいろありますけど、まあいろいろ、ね、面白い意見が出ていると思うので、まあね、皆さんも何か自分たちのところで、まあ、できそうなことをぜひね、これでなんか聞いて、なんかまあよかったなと思うだけだと、あんまりバリューがないので、まあぜひ皆さん自身もここに来たバリューのために、何か一つでもね、まあ別にたくさんやられてるので、何か一つでも、特になんか効果出そうなことを一個でもやると、結構ね、楽にいいバリューが出せるかもしれないですね。だから自分が、こう、ビジネスのところでは、自分が、コツとしては、楽になるのを、ちょっとね、躊躇しないでほしいですね。楽になったらそれでいいやん。誰か楽をしてるのを見たら、コメントあげてください。お前、お前のコツ削減したんだ。だから僕らが一番苦手なのは、何もやらなくていいかを考えることやるんです。だからそういうのがうまくできる人は、コメントあげてください。例えば、ね、楽天の川口さんの場合はそういうのがすごい上手いですね。だからすごい生産性からがいいです。はい。で、じゃあ次の習慣ですね。二つ目の習慣。リスクや間違いを心よく受け入れるっていうね、やつです。なんかね、これもね、なんか、日本ではまあ、すごいね、違うところですよね。だから、リスクを背負うことを推奨されているというか、なんかね、間違いを身につく、批判したり、懲罰したりしない。なんでそんな失敗をしたんだとか、なんか向こうで言ったら、なんかパワハラらしいです。で、だからそういう、だちなみにだから、マイクロソフト言ってますけど、向こうに行って、なんかあんまりそういうマネージャーがあったことないですね。で、実際に、こういうふうな失敗から学ぶとか、フェイルファースト、だから、なんかね、こう、日本ではどうしてもなんかこう失敗を、避けようと頑張って、事前に準備するみたいなのがあるんですけど、そうじゃなくて、彼らは、失敗、大きな失敗したくないので、早く失敗して、これがあかんかなって言ったら、すぐ方向転換するという感じですね。そういうふうな感じです。だから、もともとアジャイルとか言われてることが、結構、みんなやってるっていう感じですね。ベースとして、僕の監督として。だから、実験は早く、ね、推奨されているっていうような感じです。まあ、例えば、ここら辺の事例とかで言うと、僕がインターナショナルチームで働いてるときに、例えば、僕はなんか、何かをやって、前にも言ったら、その、マットっていう、マネージャーとかね、例えば言うたわけですよ。いやあれね、すごいこうやってうまくいったわって言ったら、マットはなんていうかって言うと、おー、強しこれって言ってくれるんですよね。で、何かすげえ失敗してこれ全然合わなかったわっていうのをマットが報告すると、強し、サンキューフォーフィードバックとか言われるんですよ。どっち言うても褒められるんですよ。で、一番合わなかったら何もしないとか、フィードバックもしないのが簡単ですね。でも別に、うまくいっても、失敗しても、あ、うまくないっていうフィードバックを得られたよね。
なったやつですね。だからチームとかも簡単になくなったりもします。会議とかも平気でなんかたくさん定例会議がいらんようになったら消えたりするんですよね。だからまあもうなんていうのかな、だからまあロシエさんとかも言ってたんですけど、日本の文化がなんとなく根底にあるのでずっとなんか物事が変わらないっていうようなイメージがあるんですけど、まあ、アメリカの人からすると常に変わってるのが当たり前という感覚らしいんですね。だそういう感覚の違いがあるらしいです。だからこういうの文化に彼はもともとちょっと慣れてるところがあるというふうに思うんですね。だから僕らちょっとそれも気をつけてやらないとそのできないので、まあ、ちょっと練習したらできますけど、できるだけその失敗を防ごう防ごうじゃなくて、あの失敗して実際の失敗してあそこから学んでも面白いんですよっていうか、そういうふうにしていくといろんなことが気軽になって早く成功に近づく、安くなるというのは、これは特に、まあ、日本の文化は向いていく業界もあるけど、多分コンピューターとかは絶対 US 系のこういう人気よりも絶対向いてると思うんですね。だからそういうのも見習った方がいいと思うんですね。でだから全員に標準とかも、ね、全然ないんです。だからマイクロソフトとかもすごいガッチガチにイメージしてるでしょ。ちゃいますよ。だって僕 PC 自分でこういう時でブスってマイクロソフトに繋げますからね。でもいろんなセキュリティをバンバンにかかってるんですよね。だからなんかネットを見に行こうとしたら何かブロックされることは全然ないです。だから信用してるんですよね、受験だからそういうふうなこともないし、だからまあ標準でいろんなことがまあコンプライアンス系とかあるけど、基本的にそんなガッチガチに標準があるとそんなこと全然ないですね。だからそういうふうなところです。であとはポイントとしては、だからそういう教育観の、ね、環境というのは結構重要なんですね。だからそのまあ、なんか失敗したときに、その誰かがなんかバーンと怒るとかそんなんしたら、みんな失敗が怖いじゃないですか。でも、だから、失敗しても、お前、ナイスチャレンジやねって言われたら、まあ、じゃあ、まあ、次頑張ってみようかなってなるじゃないですか。だから、そういうふうな感じで、だから失敗とか、チャレンジして失敗してもないの恐れないとか、日本人ってなんとなくですけど、なんか失敗に対してビビりすぎなんじゃないかなとか。だって失敗するもん、そんなことでも。失敗しなかったら、それチャレンジしてないです。同じこと繰り返してるんだから、その機会がないっていう話です。だから、なんていうかな、まあ、失敗をなんか、特に僕らみたいな、こういう業界でやってると、失敗は当たり前なんで、早く失敗して、早く言おうっていうのが、まあ、すごい重要だって感じですね。だから、結構こういうふうなマインドセットをちょっとずつやるといい感じになりますので。まあ、だから、まあ、これちょっと先の話ですね。なんか失敗したときに上司がこう、なんで失敗したんだとか、なんかでそれでなんか、じゃあそして次回から事前に報告せよとか、承認を受けよみたいな話になって、どんどん仕事がさらにみたいなことになっちゃったりするので、生産的にもすごいもったいないし、今時の時代って先を見通すのってすごく難しい。だから、早く失敗して早くフィードバックに行ったら絶対楽ですよね、こういうの追加で。だからそういうふうな考えになっているというのは、この2つ目の習慣。で次の3つ目の習慣ですね。この不確実性、これもちょっと近いですけど、だから不確実っていう世の中が、だから先ほど言ったように、その US ポイントは基本的にその世の中が、ね、変わってるっていう前提のことを考えて、僕らはずっとそんなに変わらないというか、そういうような考えがなんとなくあってみたいなとかあったので、まあ、彼らはこういうの得意なんですけど、まあだから、特にその、まあ、生産性かかるところです、ね、事前の計画みたいなやつですね。だから日本とかで言うと、大体そのマネジメント層からね、細かい計画とかを事前に求められる。この時まで、この機能と、この機能と、この機能をリリースしなさいと。だそういう事前に計画をして、コストを出して、こういうの誰に助けを割り当てるか出して、みたいなね、こう、そういうのをこう、もう最初からこう求められるけど、今の時代ってそれって難しいですよね、アンキットで。だって、そのリクエストしてる方ですから分かんないから。それ技術的にもそうだし、その、要求的にもそうですね、ビジネスも。で、その数ヶ月後というか、もう来週にはさ、もう違うコンペッターが現れて、すごい製品を発表するかもしれないじゃないですか。じゃあ、そしたらその時になんか、ね、こう、何年もかけた計画とかさ、3ヶ月、もうすごい計画をたくさんね、こう、作るのに、時間をかけてどうするんですかね。まあ、だから計画っていうのは別に無意味じゃないけど、それはあくまで、この時点での計画でしかないので、別にそれを絶対のものとしてこの必死で頑張って達成するとかじゃないんですよ。だから計画に対してのことを僕たちは不適切とならなくてはいけなくて、だからここに書いてあるということですね。だから詳細の計画を最初から期待したりとか、
まあ、予算とかのプロセスが、まあ、政治だっていうのも一緒ですね。内部プロセスも、だから優先順位の変更とかね、なんか日本人って計画決めたら、これもう従わないからいけないみたいな。だからこの計画に合わせるために、もういろんな皆様になんか工夫をしてみたいな。それもすごい時間かかってますよね。だからね、向こう行くとなんかそういうのってほぼないです。なんかそんな最初からガッサンという細かい計画を出されることもないし、なんか無理な計画、ストレッチ目標もないし、みたいな感じですね。だからそんな達成不可能な計画とか、あんまり要求されたら KPI とか、あ、これってこんなまあできるねぐらいの KPI が大事ですよね。で、まあ、うまくいけば給料も上がるし、みたいな感じだけど、だからなんか、その、だってそうでもできるはずないじゃないですか。なんで根拠がないのにストレッチできるんですかねって話なんです。だから、まあ、そんな感じなんで、あの本当に無理なくものとかできるっていうのは実はすごく流行ってくると思うんですよ、僕はね。だからそんな余裕があるから何か新しいことが発生しても対応ができるわけです。これはギチギチにさ、ギュンギュンやってたらそれ全部対応できないですよね。だからやっぱりそういうのはもう変化というのはあるっていう前提で考えて、できるだけ楽にそれをまあ結構立てるのはいいけど、そこに時間をかけすぎないので、時間をかけすぎずに、まあ、こんなもんやって変わる前提もあるので、フィードバックを受けようっていうふうな考えにこうチェンジしていくといろんなことが楽になります。はい。で、例えば一つのそういうような典型的な例としては、ある大きな会社さんで、彼らはプロジェクトが成功したら、まあ、こうやってなんかお祝いの会社ですけど、彼らはプロジェクトが中止になっても乾杯するんですよ、同じように。だってこのプロジェクトがうまくいかないっていうのが分かるはず。皆さんの時間を返せばラッキーみたいな、乾杯みたいな。別にその辞めるとか中止するとか、なんか悪いことが起こってこれやってくないなって分かってすぐ辞めるっていうことは全然悪じゃないんですよね。だからそっちの方がリソース良くないですよね、違うことやった方が。ね、だから、まあ、これもね、ロシアさんから聞いたエピソードですけど、まあ、そういうような感覚で、やっていくと、なんかいろんな楽なことができるんじゃないかなって。じゃあ、今ですね、2つぐらいのお話をしましたけど、ここでグループディスカッションということで、間違いを犯してもいいような環境を作るために、あなたの職場はどのように変化する必要があると思いますか？話を皆さんで、ね、またディスカッションしてみてください。じゃあまたこれですね、時間も、10分取りますので、じゃあ今からディスカッションも入ってください。じゃあ入りますね、ちょっとね。今18分まで、28分まで。
金額が比較的じゃあ報告するといいことがあるかと全部報告して悪い気持ちに報告したことが気持ちに
あれこれ寿命とかで一般の方が締めないですか死んだ大事とかができるかパハラなのかあかんのかそういう教育をするらしいです。
だから、その向こうの人しないらしいです。わからん。だからそういう、おごって何なのって話なんで、やっぱりね、そういうのはちょっと見習っていいんじゃないかなと思うんですよね。はい。うん、そうね、いい、ポジティブ、ポジティブね、こうやって。うん。上司を変えばいいっすね、とかね。会社は辞めてもいいし、ね。そうそう、なんかね、こう、別にこれに、帰らないですけど、僕も十何年以上のアジャイルの動作をやってますけど、こう1個だけすごいポイントがあるんですよ、そういうのをやるコツが。で、すごく簡単で、そのね、なんていうのかな、こう、なんかね、やらない理由を探す人がすごい多いんですけど、どうやったらできるかって考えたら大抵できるんですよ。だって、動くとできてるんだもん、例えば、アジャイルのやつ。だから、なんかね、こう、大体みんな、ああ、だから無理って言ってすぐ言っちゃうんですけど、ああ、無理みたいな事象が起こったときに、じゃあどうやったらできるかなって考えたら、いろいろ思いつくもんです。ああ、そしたらこうしよう。でもそこで、ああ、無理って思ったら、そこで終わりなんです。だから、本当にね、それだけですよ、こういうふうに。だから意外とね、僕、ちなみに2002年にアジャイルの事例を、その、ユーザー企業でやってとかやりましたよね。NEC の立場だったりしたくて。だから、そんなのやるってことは全然できるんです。だからね、だからそれって別に頭がいいとかそうなんては全然なくて、そうなんか、まあ、失敗しながらどうやったらいいかなって考えてたら、大体なんか答えが見つかるんですよね。本当にそれぐらいしかないです。別に早くバーンって言う必要もないし、ちょっと一歩一歩でもいいし、でもそうやっていけば意外とね、一歩一歩でも早くね、こう近づくんですよね。はい。で、まあ、家電評価いいですね、いいですね、ね、雰囲気作りみたいなね、いいですね、めちゃめちゃメンタル系で失敗すると前提力がすごいいいと思いますね。はい。ね、素晴らしいですね。はい。みんなにこのボーカルを聞いてもらうんですけど、ボーカリストですよね。ありがとうございます。はい。まあ、そういうような感じですね。こう、いろいろいい意見が出て、ね、ぜひ皆さん、ちょっとずつね、実践、自分の前から自分ができるところからちょっとずつね、やっていただくと、意外と変化は早く訪れていると思いますので、ぜひね、こう考えてみてください。はい。じゃあそしたら、4つ目の瞬間、今日はあんまり時間ないんで、これぐらいで、たぶん、ざっと終了で、あとは説明だけぐらいにしましたけど、まあ、サーバントリーダーシップですね、これは結構大きなところで、まあ、リーダーシップの考え方が結構変わっていて、結構衝撃だったんですけど、このロシエさんが言ってたのが、その日本のマネジメントスタイルって、その1950年くらいのスタイルに近いらしいんですよね、こう。なんていうのかな、だから向こうの人から見たら、日本のマネージャーってスキルが全然ないって言えるらしいです。で、なんでかっていうと、こういうような感じになってるからですね、サーバントリーダーシップ。でも別にマネージメント基礎があるから、ちゃんとこういうの学べば全然できるんで、失敗しなくてもいいんですね。実際にこういうふうにスタイル変えてる人がたくさんいます。で、まあ、こういうような感じですね。だからマネージメントはチームに何をすべきかを指示するより、チームをサポートするって感じです。だから今まではマネージメントの人は、なんかチーム指示をする。なんかこういうふうにしよう。こういうふうにして、ジャックこれやるっていうふうな仕事やったけど、まあ、こういうふうなやり方じゃなくて、チームがやってることをサポートするんですね。だからまあ野球とかイメージしてもらえば分かりますよね。監督が行くし、まあ、指示するときもあるけど、まあ、基本的にはチーム、選手がなんかやって、アドバイスを与えるじゃないですか、大体スポーツで。だからそういうふうなイメージですね。で、だからまあチームが考えて、マネージャーが困ったらサポートする。例えばそれの一つの例として、僕が普段、ダミアンというマネージャーがいてるんですけど、彼が普段どういうことをしてくれるかというと、僕に例えばワンオンワンをやってるんですね。で、大体そこで僕が聞かれると大体決まってて、パラオとか言って言われて、で、つよしって、お前ハッピーかって聞かれて、うん、ハッピーだよって言ったら、別にそれ、その後は、まあ、雑談みたいになったんですけど、ハッピーじゃなくったら、ああ、なんかハッピーじゃないのと。いや、今こういうの困ってて、ああ、そしたらね、こういうやつ紹介してくれるから、あげるから、こういうのやっていいんじゃないのみたいな感じでアドバイスするんです。だからあくまで、まあ、考えたりアクションするのは多い。で、まあ、ミッションが決まっていますよ、KPI と。そんなのは、まあ、そのダミアンと一緒に決めるけど、彼が指示するというか、僕が考えて困ったら彼が助けてくれるっていう感じです。それが大体サーバントリーダーシップのイメージですね。で、まあ、実は、センターの、デベロップ、アプリケーション開発のチームビルディングも大体そんな感じです。全部大体フィーチャーチームとか言われてるんですけど、基本はディシジョンのチームを行うんです。
だって一個一個承認をお目にまとめてたらさ、早くなるはずがないじゃないですか。だからチームで考えてチームでディシジョンしていくわけ。だからマイクロソフトのデボックスのチームはチームがディシジョンするんですよ。あの優先順位にしようとか、まあそこに言うならビジネスの、 あの人を入ってチームなんですけど、でもそのチームでも決めるんですよね。優先順位とか誰がやるとか決めて、でもそれは大きなミッションが降ってくるとはあるけど、基本的に僕は考えて自分で責任を持って考えていこうと思うんですよ。で、上の子からして高額チームはしないです。そんな人マネージャーも大変ですよね。だからそういうようなこういうようなスタイルだったら、マネージャーよりもっと大きな、まあ、戦略の方とか、そのまあね、ね、もうリーダーシップとか、そういうような方にもっと力を注げるようになるんですね。で、だからマネージャーはなんか指示するとか、上からなんか言うとか、そんなんじゃなくて、まあどっちかというとそのチームの障害を取り除いたりとか、あのまあ聞くスキルとかね、フィードバック、君こういうふうにし、僕はこういうふうに思うよって言ってくれたりとか、そのフィードバックですね。で、だからそういうのは、こんな数値を達成せよってバッと、そんなんじゃないですね。だからね、なんか言われたことないですね。だからなんか指示みたいなされたことは、マイクロソフトになってガチでないです。だから多分僕だけじゃないです。1個、2つでもそうなんで、まあだから本当にそんな感じだと思うんですね。で、まあ、だからこういうふうな絵とかよくシェアされてますよ。こういう感じですね。だからなんか、まあ、昔のスタイルで言うと、まあ、上からこうマネージメントとか指示してみたいな感じなんだけど、今はだからリーダーもこう一緒になって、まあ、あのなんかやるというか、まあ、みんながやるのを助けてあげるというね。そんなんでやったら、まあ、誰も尊敬しないんじゃないのってちょっと思うじゃないですか。でもどうかっていうと、実際に僕やってみるとダミアンもすごい尊敬されてます。で、しかもダミアンはテクニカルスキルもあるんです。で、なんかこう、だから彼らもすごい勉強してるんですよね。で、日本でなんか開発とかをやるときに、まあ、上の人に話をすると、大体なんか、まあ、8割、9割は勘違いしてるんですか、例えばアジャイルとかデボックスとか。で、そこから説明とかしに行ったら、俺を理解させてよみたいな言われる。でも、僕のチームとかで、向こうに行って一個気づいたのは、勘違いしてるのがすげえ複雑すごい少ないです。だからアジャイルの話とか普通の話と通じるし、デボックスの話とも通じるし、で、分かんない時があるんですよ。分かんない時は、つまり聞かれるんですよ。強しそうなんだ、教えてくれへんとか言って、ああ、いいよ、ああ、なるほどね、みたいな。っていうような感じなんですよね。だから別にその、なんていうかな、あの、なんかね、変に誤解してる人っていうのは、お客さんとか含めてすごい好きなんですよね。だからそういうのってこう聞く文化だと思うんですけど、なんか知らんことはそのまま知らんって言うし、みたいな、知ってる風を取り作らないみたいなのがあるので、あのだからみんな聞くから、ちゃんと変な知識がこう、なったり、まあやっぱりあとエイトハビットみたいな文化の違いで、僕ら誤解しちゃってるっていうのもあると思いますけど、まあ、まあ、そういうのがすごいあるっていうのは、僕はちょっと面白いなと思ってます。まあ、だからこういうのはなんか、ね、こうリーダーシップを取るっていうのはこう、なんかチームを支えてあげるという逆転の立場になるわけですね、まあ、リーダーは。でも、まあ、僕のダミアン、チームのダミアンは実はみんなからすごい尊敬されてて、だってみんなすごいサポートしてくれるし、マネジメントチームはすごい機能するし、でみんなあのそんな自由にみんな才能を発揮していろいろできるし、で、まあ、なんかダミアン自身もあの自分の時間をブックしてテクニカルスキルを磨いてるんですよね。だから僕らと全く同じ仕事をしてるわけじゃないけど、なんかちょっとドッカーでなんか作ってみたりとか、なんかちょっとテラフォーム触ってみたりとか、なんかしてるんで、なんか彼らと話が合わないことってないですよね。だから、めっちゃ仕事楽です。早いし。説得するとかわけわからんのいらないし。本当に楽ですね。だからそういうのがすごい生産性に効いてると思うんですね。やっぱりあとは、一人の人間が、なんか複雑なことを全部把握して、実証するっていうのは限界だと思うんですよ。難しすぎて。だから CPU がたくさんあった方が早いです。だからみんなで考えると絶対早いんですよね。だからマネジメントの人もだからそのなんか別に力がなくなるとか気にせずにもっとチームがうまくいく方向を考えていけばより一人のワン CPU で頑張ってたらもっと楽になるし、自分はもっとみんながケアしてないところに対して自分のパワーをフォーカスできるんで、もう絶対いい感じになって、でしかもみんなハッピーになってくれるんで、これは本当に最近のマネージメントのスタイルとしては本質的かなと思います。じゃあ最後にちょっと、今日の最後のディスカッションですけど、まあ、これをちょろっとだけ、じゃあ5分だけやってみましょう。じゃあそしたら自分のマネージャーがサーバントリーダーシップですかっていうのと、自分のマネージャーがサーバントリーダーですかっていうのを振り返ってみましょう。
から5分というか、5分やったらオーバーしたので、あれですね。じゃあ3分にします。すみません。やりたくない人にやってもらわなくていいと思うんですね。
で、まあ、なんかこういうふうなもので言うと、まあ、一つのアイデアです。なんかコンテンツと違うかもしれないけど、僕のよくやってる一つのアイデアとしては、例えば最近で言うと、DevOps とかいうのは、あれはメールというすごい説明しやすいんです。例えば、今日は詳細説明、ちょっと時間がないですけど、まあとでパネルがあったらパネルで説明しますけど、まあ、バイストリームマッピングとかいうのをやると、まあ、例えば、リードの現在がこれで、DevOps のいろんなテクニックを導入して、こういうふうにプロセス変えたら、リードタイムがこれぐらいになるという見積もりができるんですね。簡単に4時間くらい。で、そういうのがあれば、メールとすごい説得しやすいんで、で、そういうのを使って、まあ、例えば DevOps って、こう、うち弊社で DevOps をやると、今現在リードタイムが 8.5 ヶ月が1週間になります。じゃあ、ちょっとこれ、こうやってもいいですかねっていうふうにこう説得すると、もうそれはやってよって話になるじゃないですか。やってよってなった時にどうするかっていうと、じゃあそのDevOpsっていうのをやるためには実はその、まあ、サバントリーダーシップっていうのを導入しないといけないんで、このチームだけはサバントリーダーシップで別にさせてください。でもそれ本当だと別に騙してるわけなんで、あのフィーチャーチームっていうのをやらないといけないんで、まあまあ、だからそういうような形でやっていくと、まあ、目的があってやっていくと、まあ、その導入というかね、そのチームだけでもやっていったら、あ、こうやっていったらなんかあのチームみんな楽しそうやなみたいになってくるんですか。でそしたらマネージャーなんかあいつ楽しんでしょ、俺もやってみようかなみたいになるじゃないですか。だからそういうような感じで進めていくのが僕はおすすめですね。はい、まあ、なんかロッシーさんコメントしますけどね、まずはコンセプトをまずは、ね、こう理解してもらうっていうのとメリットを理解してもらうみたいなね、まあ、あのアプローチとかで、ね、まあ、紹介してくれてます。はい、というわけでですね、まあ、今日は4つの習慣ぐらいまでね、半分ぐらいまでちょっとやりましたけど、まあね、ぜひ皆さん、まあ、何か一つでもいいで、皆さんにとって価値があるものが今日得られているからは、応援してとても良かったんじゃないかなと思います。じゃあ今日皆さんどうもありがとうございました。全員入ることができるし、あとは研究